こんにちは、たびにゃんです。今回はスチローさんにやってきました。川口駅の駅近くに2019年11月上旬ごろオープンしたようでございます。こちらの薬局の2階にスシローがございます。こちらの入り口から入っていきます。左側には予約しているお客様の数やただいま飲食しているお客様の数などが確認できるようです。階段が結構ありました。テイクアウトのお客様でしょうかね。待合室がこんなに広いなんて盛況ぶりが伺えます。テーブル席やカウンター席がたくさんありました。席に案内していただきまして、タッチパネルで注文します。今回は国産ボタンエビ320円税別注文してみました。汁物はうどんやラーメン、ワンタン麺などありました。デザートも充実しています。お値打ち皿サーモン3貫盛り170円税別、こちらも注文しました。ちょうど注文した商品が専用レーンに到着しました。ボタンエビ、そして3貫盛り、流れてきたアボカドサーモンとアサリのお味噌汁も注文しました。間違えてアナゴ用のお醤油を出してしまいました。わさびにお醤油を垂らしていただきましたよ。すごいプリプリでとっても美味しくいただきました。320円お値打ちなのかな。アサリのお味噌汁は合わせ味噌です。アサリもたくさん入っていてプリプリでほっこりする味でした。こちらはアボカドにエビ、さらし玉ねぎがたくさん乗ってマヨネーズがいっぱいかかっています。ヘルシーで女性が好みそうな一品です。さらし玉ねぎのピリピリっとした辛みとアボカドのねっとりした甘み、そしてプリプリなエビ、三位一体となってとっても美味しいお寿司です。こういう野菜がたっぷりのお寿司大好きです。スシローさんは日本中から鮮度と品質にこだわったネタを仕入れているそうなんです。最大限素材の旨味を生かすためにハマチやタイなどはお店の中で皮引きし、ネタの切り付けも店内で行っているそうなんです。そしてお皿には IC チップが取り付けられていて、一定時間経過したお寿司は自動廃棄になるようなんです。安全で新鮮なネタを食べてほしいという思いから生まれた IT 技術なんですね。シャリもこだわっていて、海と田んぼプロジェクト、こちらは田んぼバージョンですが、お寿司に合うシャリを作るため土地と生産者品質にこだわって作られているそうなんです。あん肝がとっても美味しい季節になりました。これで税抜き価格170円なんですよ。嬉しいですね。
そしてなんかゼリーが乗っていました。お醤油をかけなくてもいいようにお醤油味のゼリーなのかなと思いました。こちらでは回っているお寿司を選ぶ醍醐味もありますが、炙りや揚げ物、デザートなどはこちらで注文するタッチパネルがおすすめです。注文したものが近くまで来たら知らせてくれますし、取り逃がすこともありません。今回びっくりしたのがデザートの種類があまりにも多いことです。スシローではアプリを使えば近くのお店に行く前から席の受付ができます。プッシュ通知が届くので指定された時間に店舗に行くだけで待たずにお店で席に案内されます。後日店舗に行きたい場合は予約もできます。持ち帰りの注文までできますよ。スシロー川口駅前店は月曜日から金曜日は午前中11時から23時まで営業、土曜日日曜日祝祭日は10時30分から23時まで営業しています。ラストオーダーは閉店時間の30分前までとなります。川口の東口の駅から数分で駅前店に到着できます。私は午後5時ごろ入店したのでお客さんもそれほど入っていなくて一人だったのですが、テーブル席でゆったりと楽しむことができました。私が帰る頃になると結構お客さん入ってきて大盛況になっていきました。今回はお味噌汁も含めて合計金額が1078円でした。できればデザートも食べたいところでした。アルコールも飲みたいところでした。次回はもっとお腹が空いている時に来ようかなと思いました。ごちそうさまでした。